初日1レース1着になりました愛知の坂口選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。初日なんですけども、山口選手のスタート取った前に入りましたけども、どういった組み立てだったでしょうか。まあ、2番手っていうのは結構私の中ではリスクのある位置だと思っているので、ちょっと詰まれたら本当に何もできなくなってしまうので、よりもやっぱりレストって自分の動けるようにしとこうと思ってました。残り1周半のところで、太田選手が叩きに来ましたけども、あの辺はどういうふうに見えてましたか。まあ、太田さんは絶対来ると思ったんですけど、その後ろに山原さんがいたんで、まあ、ここはやっぱり突っ張るしかないなっていう気持ちではいたんですけど、まあ、どっちにしろ1周半はしっかりと行く練習はしてるからと思ってたんですけど、やっぱり太田さんの気持ちがすごい強かったので、そこは反省点です。その後、山原選手がすかさず行って、はい、まあ、そこにうまいこと切り替えて、まあ、最後はしっかり差したという形になりますけども、ご自身は状態面含めてどうでしょうか。まあ、一番はやっぱり山原さんが前に行った時点で私が包まれてたらもう終わると思ったんで、もう外に外してちゃんと並走でも耐えれるようにしてました。状態面としては今はいい感じですかね。まあ、足の感じは最後まであんまり足使わずに最後まで踏めたんで、まあいいと思います。明日に向けては何かセッティングをいじったりとか、まあ、体の毛を中心にっていうのはありますか。まあ、ちょっと接触があって、まあ、市田さんにちゃんとこのために車輪も調整して組んでもらったんですけど、ちょっと車輪壊れちゃったんでなんかしっかりとそこは気持ちでカバーして、あのタイヤでもいけるように頑張ります。わかりました。はい、では、明日に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。明日も全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。